こんばんは、もしもです。パズドラ公式放送まとめということで、夏直前スペシャル、今回も結構盛りだくさんな情報来ましたね。まあ、コラボ情報だったり、イベント情報だったり、またね、魔法石の配布があったりとか、ま、いろいろとね、盛りだくさんな放送だったんで、こちらでね、簡単にまとめていこうかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。最新情報のね、丸1はプロリーグのね、まあ、いつも通りのあれだったんで飛ばします。さあ、というわけで最新情報丸2から見ていきましょう。まずはね、297プロジェクトの最新情報ということで何が来るんでしょうか。まあ、あらかたね、予想はついてるんですけど、まあ、今回はなんと、イデアルのグッズ化が決定というわけで、これね、10連ガチャドラとか、1位になったらどうなってたんですかね。まあ、そういう点からね、見てみれば、やっぱね、イデアルが1位で良かったなっていうのはね、つくづく思いますよね。まあ、どうなんだろう、10連、いや、さすがに売れないだろう。はい、というわけでね、モンスター総選挙1位だったイデアルのグッズ化が決定しましたよ、と。まあ、第1弾なんでね、まあ、2、3、4と続く可能性はありますね。でね、気になる内容っていうのがこちら。はい。コラボウォッチということで、まあ、大方予想通りでしたね。で、これが7月1日の金曜日ということで、もうすぐですね。もうすぐね、発売するということで、価格が 39,300円、高いっすね。まあ、これはね、イデアルの番号にちなんだ値段って言ってました。で、今回ね、結構ベルトがね、まあ、それぞれドロップの色、まあ、火、水、木、光、闇ということで、まあ、これらもついてね、39,000円なんでね、結構お得だよ、みたいなことを言ってた気がします。まあ、欲しい人はぜひ買ってみてください。はい、続いて、デカビタチャージとパズドラのコラボですね。これはまあ10周年記念放送の時にね言われてたやつで、まあ、結構ね忘れてる人も多かったんじゃないかなって感じですけど、8月の上旬より順次販売予定と。ではなんかボトルデザインもね、イデアルがいたり、10周年記念タマドラがいたり、まあ、ボルケーノドラゴンがいたりね、まあ、結構可愛い感じのデザインでしたね。まあ、俺はね、デカビタチャージをね、普段飲まないんですけど、まあ、普段からね、デカビタチャージよく飲んでるよって人は、結構ね、嬉しいコラボなんじゃないかなと思います。はい、でね、記念キャンペーンみたいなのもやるっぽいです。なんでまあこのキャンペーンに参加したかったらデカビタを買えようってことですよね。まあ詳細はね、後日出るみたいなんで、まあ気になる人はチェックしてみてください。はい、続いてね、ちょっと先の開発情報ということで、新降臨ダンジョンラードラ降臨が登場します。まあ、このね、左の高級感があるラードラ、これめちゃくちゃいいっすよね。でね、これ分岐進化ってわけじゃなくて、左の方がモンポ30万で買えるラードラの進化。で、右の方のね、このゼローグみたいなやつ、なんかね、イタドリの黒線みたいなやつバリバリさせてますけど、これは黒メダルで交換できるっぽいです。まあ、俺はね、左の方が好きなんですけど、どっちのデザインもね、かっこいいんで、まあ、ぜひね、黒メダルの方も欲しいですよね。で、続いてはバージョン 20.1 のアップデート情報ということで内容を見ていきましょう。新たな覚醒スキルと潜在覚醒スキルが登場。でね、どんな覚醒スキルが出るんでしょうかということで、こんな感じです。まあ、なんかこれもね、前々からちょくちょくね、話は出てたと思うんですけど、まあ、圧縮のね、覚醒が出ますよと。で、その内容が 2way、自動回復、泥強スキルチャージ。なんかね、泥強はね、圧縮しますよって言ってたんですけど、まさかね、スキルブーストじゃない、スキルチャージがね、圧縮されるっていうのはね、まあ、なかなかびっくりですよね。で、まあ、星を紡ぐ精霊。まあ、あれでね、ちょっとね、名前は忘れちゃったんですけど、結構ね、スキルチャージ持ってるキャラいましたよね。とか、まあ、あと、ヒロアカコラボで言うと、ミリオとかね、まあ、リーチェもそうですけど、まあ、こういったね、キャラのスキルチャージが圧縮されて、まあ、なんか、強めの覚醒がついたりね。結構楽しみですよね。はい、という感じでした。さあ、続いては新たな潜在覚醒スキル、スキルブーストプラスが登場。スキルブーストプラスプラスかが登場しますよと。まあ、これもね、なかなか面白い覚醒で、設定条件が覚醒スキル回復エルジを解放しているモンスター。まあ、種類というかキャラ数はね、そんなに多くないんでね、まあ、なんかね、結構いいキャラを見つけるのは難しそうですけど、まあ、探せばいそうですよね。で、効果内容がダンジョン潜入時にチームの全体のスキルが3ターン溜まった状態で始まる。何かいいキャラいるかな？まあ、例えば、殺生丸の原作版とか、まあ、あとサーバントライダーとか、まあ、あとは超天星のオデドラとかかな。まあ、あとロキとかもね、いますよね。まあ、パッと思いつく限りではこんな感じかな。どうかな？現状はね、まあ、結構インパクトありますけど、そこまでかなって感じですけど、まあ、今後のキャラだったりダンジョン次第では結構活躍する場面がありそう。で、これはね、レベル超限界突破済みの場合は、まあ、他のね、吸収無効だったりと一緒で、乾燥値が 1.5 倍になりますよと。まあ、なかなか面白い覚醒出てきましたね。でね、この回復 L 字に関しては現状ね、武器で盛ることができないんで、まあ、これがね、出ちゃったらさすがにね、今後も武器で出るっていうのはね、だいぶ先になりそうですけど、ポンと回復 L 字の武器が出てきますよなんてことももしかしたらあるかも。知れないですね。さあ、続いて新たなストーリーダンジョン、ナーガ編が制作決定ということで、俺もね、パズドラがサービス開始して、まあ、ちょっとしてからぐらいからね、始めたんで、もうだいぶね、長いことやってるんですけど、まあ、ナーガはね、すっげえお世話になりましたね。このね、鉛筆で描いた感じ、これすげえ好きなんですよね。まあ、どんなストーリーになるんでしょうか。まあ、最近でもね、ナーガが、どこだっけ、浦田次元だったかな。で、まあ、一部ね、使われている編成とかもね、あったんで、まあ、これもね、結構パワーアップに期待できますよね。さあ、続いては恒例の8人対戦チャレンジということで、報酬がね、今回も結構豪華ですよ。ヤマピーとね、マックス村井さんのチーム。あとは敵はまあプロゲーマーですね。
で、まあ、報酬に関してはヤマピー&マックス村井が7位8位の場合はジューンブライドガチャを6回プレゼントで、プラスモンスターを1体パワーアップしますよと。で、まあこれはねちょっと飛ばしてもいいかなって感じですけど、ヤマピーと村井さんが1位と2位をね独占して、でプロゲーマーがね3位から8位までになってしまった場合はジューンブライドガチャのモンスターを全員パワーアップしますよと。はい、で結果はこんな感じですね。で、まあ大方のね予想通り村井さんとヤマピーが7位8位と、まあ、やっぱねプロゲーマーの人たちは上手ですね。平気で15万点、16万点、17万点。というわけでね、改めて報酬はこんな感じです。ジューンブライドガチャを6回、そしてモンスター1体のパワーアップが決定。で、このね、1体のパワーアップはサフィーラですね。まあ、サフィーラ埼玉とか言ってね、結構使われたりしますけど、さらに強化されるということで、編成の幅も結構広がっていくんじゃないでしょうか。で、続いてパズドラの任天堂スイッチエディションのアップデート情報ということで、まあ、これはね、本編のパズドラとおそらくね、関係はほとんどないと思うんで、これも飛ばしていきましょうか。まあ、俺もね、任天堂スイッチエディションで結構やってみたいなと思ってるんですけど、買ってね、すぐやらなくなっちゃうのはちょっともったいないかなっていうことで結構悩んでます。で、続いて最新情報丸5というわけで、このね、最新情報丸5が結構熱いと。コラボ情報というわけで何のコラボが来るんでしょうか。パズドラの夏は暑い、3ヶ月連続大型コラボ祭りというわけで、3ヶ月連続7月8月9月なんで、まあ7月はキングダム、8、9がね分かってない状態なんで、これはガンツコラボが来るかなまあ絶対来ないですよね。まあ言われてるのはやっぱりワンピースフィルムレッドかなのコラボが結構来たら熱いんじゃないかなみたいな、まあ、なんか匂わせじゃないですけど結構ね来るんじゃないかなって言われてますよね。ワンピースコラボのね詳細が発表された時に大型ソシャゲとコラボみたいなことに言ってたと思うんで、まあ王者パズドラはねぜひ入ってほしいですよね。でまずはキングダムコラボ、まあ、これはね10周年のタイミングで発表されてたねコラボなんですけど、これが7月2日の土曜日というわけでもうすぐですね。というわけで楽しみにしてた人が結構多いんじゃないでしょうか。まあ、ちなみに俺はキングダムを読んだことがないので、キャラがね結構読み方が難しいんだよね。だからちょっとね読み間違えちゃうことがあるかも。さあ2キャラサイリアがね紹介されてましたね。で今回はエフェクトがね初めてコラボで動くということで、ワンピースコラボとか来たらね次はねイラストも動いてほしいですよね。でまずは王騎、まあ、詳しい性能は見ないですけど、まあ、結構書いてある内容強そうですよね。でちなみに超覚醒はこんな感じですね。スキブに 10C に無効貫通、ほんとどれつけても強そうですよね。でもう一体読み方むずいっすね。宝剣だったかな、まあ、なかなかエフェクトが動いててかっこよかったですね。これもねリーダースキルスキルともに結構強そう。バインド付与っていうのがね面白い使い方できそうですよね。はい、聴覚性はこんな感じ。まあ、これもどれつけても強いっすよね。まあ無難なのはスキブプラスかな。十字2つもね高難易度だと結構輝く場面があるかも。でね、キングダムコラボのツイッターキャンペーンということで、まあこれもね新しくコラボが来るためにいつもやってるやつですね。俺このね星6以上確定、毎回ね結構ハズレ、まあそのね星6の中だったらハズレキャラが出るんですけど、今回こそはいいキャラを引きたいですね。はい、というわけでぜひね皆さんいいねをしてみてください。では他にもね、まあ、ポスターだったりクオカードだったりがもらえるキャンペーンがあるっぽいです。まあ、これもねキングダム好きな人はぜひ。でね、改めてキングダムコラボは7月2日の土曜日からコラボが開始しますよということで、特にこういったね大型コラボ、夏がね暑いって言ってるんで、ここでねたくさんの新規を獲得してほしいっすよね。まあ、鬼滅の刃みたいな、まあさすがにそこまでね行くかわかんないですけど、まあ、俺はね本当にプレイ人口が増えるのが一番嬉しいんで、まあ、結構新規にも優しいコラボにしてほしいですよね。さあ続いて7月8月9月は毎月魔法石100個合計300個プレゼントということでね、これめちゃくちゃ熱いっすね。まあ、一気にね300個配るっていうね手もあったと思いますけど、まあ、俺なんかはねすぐ使っちゃうからね、こうやって分けてくれるのはめちゃめちゃ嬉しいです。まあ、それぞれね、まあ、7、8、9と大型コラボが来ることがね決まってるんで、まあ、もちろんねあの他のスーパーゴッドエスとかにね使ってもいいですけど、まあ、ぜひね自分の一番使いたいガチャにこのね300個は使ってあげてください。まあ、ボックス拡張とかに結構使うのも個人的にありかなと思ってます。さあ続いて最新情報丸6ということで、もう終盤ですね。イベント情報というわけで、ウルトラマンシリーズコラボ、ウルトラマンシリーズイベント第2弾が実施決定と。まあ、なんかねウルトラマンは前回はねコラボで来たんですけど、今回からイベントになるっぽいです。まあ、結構ね早いっすよね。まあ、原画師と一緒で、原画師より前だったかな、原画師3月でウルトラマンが1月とかだったと思うんで、まあ割と早い段階の復刻になりましたね。俺もね前回トリガーをね逃したんで、今回こそはトリガーを引きたいっすね。まあ、あとはウルトラマンジードとか、まあ、ジードもね別にいらないかなと思ってたら多色が強化されて結構いい感じのキャラになったんでね、まあ、ジード、トリガー、あとは新キャラ、
まあ、この辺を狙って少しねガチャを引こうかなと思ってます。はい、というわけで新キャラのウルトラマン、新ウルトラマンかな、今めちゃめちゃ映画がヒットしているということで、俺もちょっと映画見に行きたいんだけどね、最近というか映画をね見に行くっていう習慣があんまなくてね、まあ、機会があれば見に行こうかなと思ってます。はい、続いてウルトラマンデッカーのフラッシュタイプということで、まあ、これはね新しく来るウルトラマンっぽいですね。で他にはねちょっと今回はね載せ忘れちゃったんですけど、ウルトラマンメビウスなんかも来るっぽいです。もう俺はメビウスはねド世代だからねめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ウルトラマン好きな人はこれもね楽しみに待っておきましょう。さあ続いて新たなフェスゲンモンスターが登場というわけで、さあ今回はねどんなフェスゲンモンスターが出てくるんでしょうか。俺はもうラビリルもアルトリウスも持ってないのに、もうどんどんね持ってないフェスゲンが増えていっちゃいますね。はい、ドーンというわけで今回は織姫と彦星が来るっぽいです。まあ、これはねシーズン系のイベントじゃないんで、まあ、定期的に織姫と彦星がね会える可能性が出てきたと。激アツっすね。結構ね織姫これ美女いいっすよね。で彦星はこんな感じ。なんかのパズドラの他のキャラでこういう感じの顔いましたよね。ヤマタケじゃないな、なんかロキかな、なんかいますよねこういうキャラ。はい、結構ねイラストも綺麗でなかなかいいんじゃないでしょうか。でこれがね7月7日木曜日開始のスーパーゴッドフェスに登場しますよと、まあ、ちょうどね七夕のタイミングですね。で7月に登場するダンジョンで銀河流ラクシーヌというわけで新しいキャラがゲットできるっぽいです。まあ、学生もね結構面白い感じで色もめっちゃ綺麗ですね。はい、というわけでここまでが公式放送の内容でした。まあ、最後にね進化情報だったりと、まあ、いろいろねありますけど、全部詳細に見てると結構ね時間が経っちゃうんで、まあ、気になったキャラを1体だけ紹介していきます。はい、彦星の短冊ですね。まあ、この武器めちゃめちゃ強いですね。体力タイプ追加のスキブに毒4つで18ターンで消せないバインド覚醒無効状態を全回復しつつ3ターンヘイスト。いやーこれは強い。ボアヘッドを取り逃した俺としてはこっちの武器が非常に魅力的に見えました。まあ、こんな感じかな。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、ワンピースコラボが来るんじゃないかとか、まあ、個人的にはねさっきも言った通りガンツコラボが、まあ、来たら激アツかなと思ってるんですけど、まあさすがにねタイミング的にもちょっと意味不明らしくないでしょう。まあ、とりあえず目先のねキングダムコラボが控えてるということで100個ねもうすぐ来ると思うんですけど、まあ、ご利用は計画的にということで、まあ、ぜひね楽しみに待っていきましょう。まあ、なんかね質問とか、まあ、このコラボ来るんじゃないかなとか、まあ、何でもいいんでね何かしらあればコメント欄にぜひ書いちゃってください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャオーディオス。